イシドロランガラは、スペインギプスコア県、パセア出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションはフォワード。1930年に、レアルオビエドに加入し、スペイン内戦で、リーグが中断される1936年まで、オビエドでプレーした。1933から34シーズンは27得点。1934から35シーズンは26得点。 1935から36シーズンは27得点で3度ピチーチ賞を獲得した。1934年にはワールドカップイタリア大会に出場した。スペイン内戦中はメキシコに渡った。海外在住選手は代表に加われない決まりがあったため、その間はスペイン代表の試合には出場できなかった。メキシコでは27得点と38得点で、 二度、得点王を獲得した。1939年に、アルゼンチンの c e a んロレンソであるマグロに加入すると、リーグチャンピオンの CEA リーベルプレートから4得点するなどして、1940年には33得点で、得点王を獲得した。なお、サンロレンソでは121試合に出場して113得点を上げている。 一試合七得点という記録も保持している。引退後は主に南米で暮らしていた。70歳を過ぎてスペインに戻り、1992年に死去した。ありがとうございます。